直木賞受賞、熊との死闘の先に凄まじい結末が、作家川崎明子が令和の熊文学に込めた思い、2024年1月17日、第170回直木35賞の選考会が開催された。受賞作は川崎明子さんの共食い新潮社、牧目学さんの8月の御所グラウンド文藝春秋に決定。受賞発表の翌日、川崎明子さんに話を聞いた。共食いでの第170回直木賞受賞おめでとうございます。昨日の選考会はいつもより長くかかったと思いますが、ずいぶん待たれたのでは。川崎さん時間、延々とゲームをしていました。ボードゲームとか、超中華のメニューを作るカードゲームとか。編集者の皆さんが忖度もなく容赦のない感じで、笑い、それがありがたかったですね。受賞の電話がかかってきた時は、周りの皆さんが自分よりも喜んでくださったので、本当に取れてよかったと思いました。記者会見の時、ジャケットの下にお尻を向けた牛のイラストの T シャツを着ていませんでした？川崎着ていました。自分と同じく北海道出身の桜木氏の先生が、ホテルロイヤルで直木賞を受賞された時、ゴールデンボンバーゆかりのタミヤの T シャツを着ていらしたので、私も何か着ようと思って。会見では誰も聞いてくれなかったので、今聞いてもらえてよかったです、笑い。記者会見には、牛のお尻柄の T シャツを着て登壇。受賞作の原型は、共食いは明治後期、日露戦争前夜が舞台。道東の山の中で犬だけを相手に暮らす漁師、熊詰の話です。これはデビュー前に書いた短編を開講し、膨らませたものだそうですね。第170回直木賞を受賞した共食い新潮社、川崎30歳手前の頃、北海道新聞文学賞に最初に投稿したものが原型になっています。その時点では日露戦争前夜という時代設定はなく、明治という設定だけでしたが、主人公の熊詰という名前も大筋も結末もほぼ同じです。賞をいただくには至らなかったんですけれども、最終選考には残って、それが書き続けるモチベーションになったので思い入れがありました。それを長い形で書いてみませんかとお声掛けいただいたんです。今読み返すといろいろ未熟なところがありますが、物を書こうとした時の根源的な情熱が詰め込まれているので、その後少しは身についた技術で書き直してみたいと思いました。直木賞受賞、熊との死闘の先に、凄まじい結末が、作家川崎明子が、令和の熊文学に込めた思い。前職は羊飼い。川崎さんは北海道の別海町のご出身。実家は酪農家で、ご自身は大学卒業後、羊飼いになられた。作品では、北海道の明治、昭和史を描かれることが多いですね。川崎学生時代に北海道の昔の話を調べるアルバイトをしていまして、その頃に興味を惹かれたというのが原点です。漁師さんについても、地元の方の手記を読んだりして興味がありました。熊詰が暮らす山を白ぬかという町の近くにしたのは、川崎羊飼いになる前、白ぬかの羊の牧場に住み込んで実習をさせてもらったんです。山が後ろに迫っていて、ちょっと行くと漁師町があるというロケーションに親しんでいました。実際、しかも熊もいっぱいいたし、漁師さんもいました。胸元には北海道をかたどったブローチが、サフォーク種の羊などが細やかに刺繍されている。胸元には北海道をかたどったブローチが、サフォーク種の羊などが細やかに刺繍されている。熊詰という得意な主人公。熊詰は人間や人間社会への興味が希薄です。彼の心理や変化はどのように捉えていったのですか？川崎今回は集団になる習慣も信仰も文化も持たない、人間の形だけがある存在に一個一個積み重ねていった感じです。ゼロに近い人間の形に飛び抜けた身体能力と生き抜く技術、最低限のコミュニケーションができる言語能力だけを与えたら、どういった生活、
どういった思考になるのかを考察していきました。社会性は培われていないけれど、すごく頭のいい人ですよね。川崎フィジカルもメンタルもフル回転させて、全力で生きている感じがありますね。常人であれば 95% くらいの回転を続けているだけでどうにかなってしまうのに、熊爪は 98% くらいの状態を続けていて、その危険さに気づかない。その危うさは書きたかったですね。熊爪の暮らしのような山の生活に興味はありますか？川崎メンタルを維持しながらフィジカルを有効に活用するという生き物としてプリミティブな生き方にはちょっと憧れはあります。自分はできないからこその憧れですね。日常における熊の存在。熊爪は人間を襲った穴持たず冬眠を逃した熊を追い戦うことになる。大藪春彦賞を受賞した肉弾角川でも熊との壮絶な戦いを描かれていましたが、川崎さんにとって熊とはどういう存在ですか？川崎イメージとしては怖い存在ですね。私が育った町は熊の被害こそない地域でしたが、畑の脇の森に入れば熊の糞があるのが普通でした。一度散歩に出たら 200m くらい先の道路に大きな黒い犬がいるなと思ったら熊だったこともあります。夏場だったので痩せていたんですが、熊に対してはどうしても農業よりの見方をしてしまいます。例えば大ごとに育てた家畜やデントコーン、家畜の飼料となるトウモロコシが襲われたら、それは一瞬で憎しみに変わり駆除すべきだと思います。同時に野生動物は向こうから何もしてこない限りは別に駆除する必要はないとも思っています。私にとってクマはそうした二面性の上で像を結んでいる生き物ですね。もちろんクマ牧場に行けば可愛いなとも思います。動物のことを野生動物だとか家畜だとかペットだとか線引きをするのは人間のエゴかなとも思うんですけれど、その境目を曖昧にしてしまうとお互いの住み分けに良くないなとも感じています。様々な境目を描く。今境目という言葉がありましたが、共食いはまさに境目を描いた小説だなと思いました。自然と人間社会の境目、動物と人間の境目、そして時代の境目。執筆の際そうした境界のイメージは意識されていたのでしょうか？川崎そうですね。境目というのは結局、差異になりますよね。生き物と人間の差異、山の中で生きることと街の中で生きることの差異、男と女の差異。その差異をめぐって何かを押し付けられたり、拒絶したりされたりして葛藤が生まれる。それは場合によっては血を伴う戦いにもなりうる。ということは考えていました。ああ、本作には男と女の境目というモチーフもありますね。白糠の商店に引き取られた少女、容姿という存在が強烈でした。彼女は人間社会の中で虐げられてきた存在でもありますね。川崎いろんな意味で熊爪とほぼ対極ですよね。種族は同じ人間ですが、生き物のオスとメスという意味でも違いますし、境目が強調されるものと境目を失うものとのメリハリをつけるという意図もありました。開港の際に時代設定を日露戦前夜にしたのも時代の境目を意識されたからでしたか？川崎そうですね。白糠の発展を調べて加えていきました。昔は炭鉱があり、工業の面で山の中にどんどん人間が入っていって、石炭を港に運ぶための植民軌道もありましたが、それが日露戦争前夜からちょずの様子が変わっていく。熊爪はそれを理解しようともしていないので詳しい記述は避けましたけれども、背景にそうした要素を入れました。熊爪は熊を追って深手を負い、これまでのような寮生活が難しくなって炭鉱で働くか迷う。でも彼にとって人間社会に入ることが幸せかどうかは読者としても迷いました。川崎何が人間にとって幸せであるのかという根源的なものを切り取れたのであったらいいなと思います。熊との戦いに敗れて散るという展開も可能でしたが、
その決断を下す前、彼は最後に山の王者的な熊、赤毛に挑もうとする。ただ、この作品は人間と熊との対決が主題ではないですよね。川崎そこは、ヒロイズムに酔えない辛さみたいなものを考えていました。例えば、もし熊爪が人間社会のヒロイズムの物語に浸って自分が熊に殺される姿を美化して心に描いていたら、熊との戦いの最後に力を抜いたかもしれない。でも彼はそれができない。熊との戦いに敗れて散るという展開の物語にすることも可能でした。むしろその方が飲み込みやすい物語にもなり得たかもしれません。でも私はひねくれているので、笑い熊爪にもっと苦労しろと思いました。苦労してあがいて、爪が剥がれても土を掘り続けて出てくるものがあるのなら掘り出してもらいたかったんです。だからこそ、読者はあの凄まじい展開を読むことができたんですね。川崎わかりやすいヒロイズムに浸らなかったからこそ、熊爪は自分のエラーとなりうる行動を考えてしまうんですよね。自分の生き方は半端者の生き方だと自認したとき、それまで回っていた駒の軸がそこで歪んでしまう。そのまま回転し続けると致命的なバグになるので駒は倒れることになるんですが、その直前にグイングイン回る、みたいな。なんか、あんまりうまい例えができませんが。デビュー作、愚風の王、角川、あの時から、自然描写と動物の描写には圧倒されます。これまで熊以外にも馬や鳩や色々な動物を描かれていますが、動物を描きたいという気持ちは強いですか？川崎描く時の選択肢の中に、最初から人間同様に動物が入っていますね。自分が全然知らない動物、例えばマントヒヒを描けと言われたら、習性を勉強するところから始めなければいけないので、ちょっと困るんですが。でも、知らない動物の知らない習性を勉強するのは楽しいです。人間の描写も同じですよね。自分には想像もつかない生き方をしているタイプの人を研究して物語の中に落とし込めるかどうかを考えるのは趣味が悪いかもしれないけれど楽しいです。人を殴るような文章を書きたい。どの作品も文章世界が素晴らしいのですが、以前、人を殴るような文章を書きたいとおっしゃっていましたね。川崎私も上品な人間ではないので笑い。読み手としても嫌応なしに物語の中に引きずり込まれる小説にすごく魅力を感じるので、共食いに関しては引きずり込むことを意識しました。一方で静かに後ろから忍び寄ってきて包み込んでくるような物語も好きです。両方書けるようになるのが作家としての技術的な面での目標ですね。川崎さんはデビューされた時も羊飼いをされていたわけですが、よく執筆の時間を確保されていましたね。川崎若かったので体力があったんです。でもやっぱり物語の方に注力したいというのがあって、2019年に専業の作家になりました。先ほども言ったように明治、昭和の北海道を舞台にした作品が多いですが、必ずしもそれにこだわっているわけではないそうですね。介護者、朝日新聞出版、あのように、コロナ禍の札幌で父親の介護をしながら生活する女性の話も書かれていますし、川崎書きやすいのはやはり北海道ですし、昔のことを書くのが多いのは単純に、俯瞰しやすいというのがあるかなと思います。物語を組み立てる上で冷静に俯瞰することは必要ですので。それに、昔の人の方が無茶しますから、物語として書きやすいというのもあります。でもどうせなら、広く書いてみたいです。北海道も違うものも、両方書きたいですね。介護者 D は現代であることと、一般の誰にでも起こりうる過程の話で、かなり作者の視点、言ってみればカメラを近くに置いた小説でした。そういった模索をしながら、いろんな時代背景、いろんな場所、いろんな人に手をつけていきたいです。今後の展望は、今後どんな小説を発表されるのか、ものすごく楽しみです。川崎小学館さんで書いていた、
愚か者の石という連載が終わって、今単行本の準備をしているところです。それは明治時代のカバと習字館の話です。去年1年間、日本農業新聞さんで連載させてもらった森田茂氏と原八部は農業コンサルタントが主人公のコメディっぽいものです。角川さんで連載している銀色のステイヤーは現代の競馬の話です。どれも全然違いますね、笑い。2019年に専業になって、これからいろんなところに取材に行くぞと思ったタイミングでコロナ禍になって行動できずにいたので、これからいろんなところに行けたらと思っています。第170回芥川賞は球団理恵さん、33直木賞は川崎明子さん、44牧目学さん、47の受賞が、オッカーが少しになっている人食いヒグマの暴走。すべて試して言葉でどこまでいけるか見てみたい。新芥川賞作家球団理恵が生成 AI が登場す。ついに幽霊の足跡を捉えた。紙で鬼没のヒグマ OSO18 を追い詰める現役最強ヒグマ班。大グマ相手に槍と剣で戦った警察官が殉職。同議会議員は背後から頭を割られ、北海道が格闘しつつ。共食い定価1925円。税込み、新潮社レーン。